皆様こんにちは。少しだけ寒くなりました。ゆうゆうニュースの時間がやってまいりましたが、私は相も変わらず全力でこの番組作りをしています。司会進行しますエイミーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。この1年も大変皆様にお世話になりました。この番組は練馬の駅前にありますゆうゆうモデルさんという、素敵なお衣装、ステージ衣装ですね。そして装飾品と、皆さんに少し安く皆さんがたくさんの皆さんがお買い求めいただくようにこんな設定をしながら、お店をさせていただきながら、年3回か4回、ジョイントコンサート歌謡祭とお世話になっておりますゆうゆうモデルが、主催しています、番組でございます。全力でこの番組をお届けしていますが、大変皆様にもチャンネルを合わせていただきでいることを大変感謝しています。ありがとうございます。今日はまた、素晴らしい歌のゲストをお迎えしています。徳間ジャパンコミュニケーションズの山口のり子さんをお迎えして、ひとときをお送りしたいと思います。ようこそおいでくださいました。山口のり子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。どうですか、はい、秋になりまして冬に向かっていますが、はい、この1年間はどんなでしたか、歌い手さんとして。はい、どんなあの活動をなさいましたか、この1年は。新曲がご用意ができているようですので。そうですね、2年ぶり の、はい、あの新曲に恵まれまして、はい、8月の30日に、うん、新曲発売をさせていただきました。あ、そう、はい、はい、桜、はい、あの人に会いたい、はい、そして、うん、雨のち晴れという歌でございます、はい、ね、はい、そうですか、はい、そしてあの、まあ、8月っていうと、はい、ちょっと前ですけど数ヶ月前。そうです ね、どうですか、はい、今反響は。あのなんで今桜って聞かれるんですけども、うん、桜って春っていうあの、うん、概念ではなくて、あの日本人として心の中にいつもこうあるものが富士山と桜じゃないかなって思うんですけども、日本人なら、はい、そうですね、はい、その桜は季節を関係なくして心の中の、あの何かアルバムみたいなものがあって、この桜の人に会いたいという歌を聴いていただいて、あの皆様にも何かこう心のアルバムをめくりたいなって思うような、うん、そんな懐かしい気持ちになっていただけたらいいなって思います。まあ、あの春になるとね、あのいろんなところで桜お花見をね、はい、しますね。そして日本全国いろんな名所で桜をね、はい、めでる方が多いと思いますけどもね。その日本人がやっぱり桜っていうのを大事にしてて、はい、外国にもアメリカにも桜の木はね、うん、もう、うん、素晴らしく皆さんが、はい、あの世界的にがあの可愛がってくださってるお花ではあるのでね、はい、そうですか、はい、そしたらじゃ あの新曲をそのまさくら、はい、温かい気持ちで歌われているんですね。そうですね、そうですか、うん、この、この新曲の桜の人に会いたいは、市ヶ谷から、うん、あの飯田橋、はい、の一駅の間に、はい、外堀に沿って桜の並木が、はい、ご存知かと思います。はい、はい、知ってます。多分多くの方が皆さん知ってらっしゃる、ね、ここ訪れてるのではないかと思うんですけども、ね、はい、そこがこの歌の背景になってるんですけども、うん、あ、それで歌詞の中にも市ヶ谷が出てきたり、はい、それからあの皆様もうご覧いただいてるかもしれませんが、はい、YouTube の方ももうアップしてる、はい、おかげさまで、ね、このゆうゆうモデルさんの、うんうん、企画の方で作っていただきました、うん、本当に好評で素敵ですよね、はい、あの映像がね、まあ、前にカメラマンがいますからあまり個人的な話になりますが、そうですか、とてもあの、お優しいお気持ちっていうのがその歌の中も映像の中もあの感じるものがありますが、こうやってお会いしてると余計そういうふうに思います。どうですか、おしとやかなのね。そうでもないの話が苦手なので。そんなことない、大丈夫、大丈夫、そんなことないです。で、まあ、一応はその千葉県の船橋を中心に、
近隣近郊のあれですか？どちらかと言いますと、はい、この練馬の、うん、練馬の講演会の皆さんに、うん、かなり力を入れていただきまして、ライブなんかも毎月させていただいてますし、うんうん、それから練馬から、うん、西武池袋線でちょっと越えたところに清瀬というところがありますが、はい、その清瀬市でもライブさせていただいてます。船橋の地元はもちろんなんですけども、うんうん、お力いただいてるの、はい、講演会の練馬市の方には大変なお力添えいただきまして、あら、それじゃあね、この場をお借りしてちょっとお礼言いましょうか。はい、うん、お世話になっていますね。はい、練馬の皆さんは本当にいつも応援していただきましてありがとうございますね。え、やっぱりね、歌い手さんで一人の力ではね、はい、できない。皆さんが応援してくださる皆さんがいらっしゃって、はい、そうです、新曲もそうだけど、はい、お付き合いしながら伸びていく、はい、そういう時代ですから、はい、大事ですね。本当にありがたいですね。そうですか。そしたら桜、あの人に会いたいという曲を今一生懸命頑張ってらっしゃいます。で、後半戦にね、はい、もう少し山口のり子の世界をお届けしたいと思いますので、はい、じゃあちょっとここで休憩です。はい、桜舞い散るこの駅はあなたと私の出会いの場所、道行く人はあの日のままで、ただあなたがいないだけ。市ヶ谷駅から飯田橋まで一駅だけの、一駅だけの桜のトンネル。人に